エビス州列像に掲載された、いこといの肖像画、エビス州列像は、江戸時代後期の正木藩の家老で、画家としても巧妙な柿崎波響が、北海道東部や国尻等のアイヌ大人たちをモチーフに描いた連作肖像画である。完成元年5月、正木藩領国尻場所と根室場所目なしにおいて、和人商人との小取引や、労働条件に不満を募らせた一部のアイヌたちが、放棄し、 現地にいた70人余りの和人が撃たれた。これが、くなしりめなしの戦いである。ただし、放棄に消極的な犬に保護された和人もいた。事件を受けた正木藩は260名の討伐隊を派遣したが、その指揮官の一人が、柿崎破強だった。戦いを鎮圧した後に討伐隊は藩に協力した43人のヌ大人たちを正木城に同行し、 さらに翌年の1790年にも協力したアイヌに対する二度目の越見の場が設けられた。藩主、松前道博の命を受けた柿崎破響はアイヌのうち最も功労があると認められた12人の肖像画を描いた。これがエビス修列像である。絵は完成2年11月に完成し、並京は 国なしりめなしの戦いで失った藩の威信を回復するために絵を持参して上落する。大原鈍卿、高山被告老、佐々木良妻の尽力により、恵比寿修列像は、広角天皇の英乱を仰ぐことになる。恵比寿修列像は、奮本、模写を含めると六種が存在する。武山村美術館、イコリカヤニを除く11人の肖像に、松前博士長の序文2枚が付属する。 来歴は不明。函館市中央図書館、四湖、一湖トイの肖像。お味方絵図の図の名で伝えられる。松浦資料博物館、十二人すべての肖像。平戸藩主、松浦聖山が、松前堂広しから原本を借りて、お抱えの画工に模写させたと伝えられる。上落寺、委任狩り、のちくポロ屋、イコリカヤに、西小町、 千切や司会の6人の肖像。住吉派の画家、渡辺博志明が文化元年に模写する。北桶、肖像、12人すべての肖像。天保14年に小島正樹が模写する。文本、並京からその子である柿崎派アヒルに与えられたもの。下地が欠けている代わりに、人名未称のもの3名の肖像が加わる。北海道指定有形文化財。 なお、北海道新幹線新函館北都駅構内の連絡通路には地元のロータリークラブが制作したエビス集列像の大型の東藩壁画が展示されている。北方市研究家の谷沢昭一は松浦聖山や高倉慎一郎の意見を受けてエビス集列像に描かれたアイヌ像は実写によるものではなく柿崎破波が美しく仕立て直した。 創作品であると考えた。さらに芹沢圭介美術工芸館渉像の波島筆、愛の人物屏風とエビス周列像を比較して、構図や人物の姿勢が近似している像が6点あることを認める。例えば月の絵の肖像については、屏風絵が70歳の実像を示すのに対し、列像では構図を変えず、想年にデフォルメする作業が行われたと推測した。 岡田和彦、ほか、恵比寿州列像、柿崎派京都処理、会、1988年、36P。岡田和彦、ほか、恵比寿州列像、柿崎派京都処理、会、1988年、36P。インターネットで公開されている。ションコイコトイ函館市中央図書館デジタル、資料館インターネットで公開されている。 エビス州列造電ふん函館市中央図書館デジタル資料館エビス州列造電ふん文化遺産オンラインエビス州列像の壁が新函館北斗駅に通路に完成除幕式北海道新聞 http://dd.hokkaid.co.jp:/news:/edia:/donan://1:0240762.html2016 年3月よ、かえつらん。シンポジウム受講委員会、編、7本のいう北海道、出版企画センター、1年、 P。ネムロシンポジウム実行委,委員会、編37本の稲う北海道、出版企画センター19、1990年 264?P。ムロシンポジウム実行委,委員会、編37本の稲う北海道、出版企画センター、1990年268から 269?P。ありがとうございます。